ローザピューチューブと、そうです。はい、ということで本日はですね、また新しいスニーカーの紹介なんですけど、今日紹介するスニーカーというのがですね、あのスニーカーズ運が全くない僕がですね、まさかの連続でスニーカー変えたんですよ。で、今日はですね、それが届きましたので紹介していきたいなと思います。マジでこのシリーズが変えるまで長かった。全然関係ないんですけど、最近このあやたかカフェのこの抹茶ラテにちょっとハマってます。これ。ということでね、こちらですよ。やっと届きましたよ。失礼します。ということで中の箱がですね、こちらのいつも通りのナイキの赤箱。で、今回買ったのがですね、まあ、ここ最近ようやく人気が落ち着いてきたかなという感じのあるダンクなんですよ。で、これはですね、オリジナルカラーの一足でして、僕はめちゃくちゃ好きなカラーリングです。ナイキダンクハイレトロチャンピオンシップネイビーでございます。はい、ということで今回紹介するスニーカーはこちらの一足。ようやくね、定価でダンク買いました。まあ去年の頭ぐらいからですかね、カレッジカラーのダンクですね、まあハイカットであったりとかローカットであったりとかいろいろ復刻され出したんですけど、ようやく定価で買いました。買えるまで1年以上かかりましたね。で、去年の3月ぐらいからですかね、ケンタッキーとシラキュースのローカットがリリースされまして、確かあの時ね、雨降ってる中こう僕並びに行ったんですけど、その時に買えなくて、まあそっからダンクが買えないのがスタートしてるんですけど、まあ、その後ぐらいにこう緊急事態宣言が出て、まあ、店頭に並ぶのをやめて、まあ、オンラインで買うようにしたんですけど、ほんまに長かった。まあ、そういうのもいろいろあったので、スニーカーズで買えた時のあのテンションになりました。お、来た来た。で、オリジナルのダンクのそのカレッジカラーなんですけど、全部で7色ありまして、まずはですね、セントジョーンズ大学とかのホワイトレッド、ケンタッキー大学のホワイトブルー、シラキュース大学のホワイトオレンジ、ネバダ大学ラスベガス校のグレーレッド、ミシガン大学のイエローネイビー、アイオワ大学、パーデュー大学のブラックイエロー。で、今回買ったこのカラーですね、ホワイトネイビーがビラノバ大学とアリゾナ大学のチームカラーとなります。ちなみにご覧いただいている皆様はこの7色の中であればどのカラーが好きですか？ぜひコメント欄に書き込んでいただければなと思います。で、このカレッジカラーの7色の中で僕が持ってるやつなんですけど、こちらのホワイトネイビーのミシガン。で、あとはですね、こちらのアイオワ大学の黄色黒。まあ、この2色をですね、僕はワーム東京で買ったんですけど、まあ、これで3色目になります。あと4色ありますね。ということで上から見たらこんな感じですね。もう本当にシンプルなツートーンの配色となっておりまして、まあベースの部分ですね、ここが白。まあオーバーレイのね、ハイレッドの部分であったりとか補強パーツであったりとか数種とか。まああとアウトソールとかはですね、ネイビーで配色されております。もうシンプル。結局こういうシンプルな配色のモデルをですね、まあ長く履くんだろうなぁとはちょっと思っています。ちなみにちょっと見えにくいんですけど、インソールにですね、ナイキのロゴがあるんですけど、ここはオレンジで配色されてますね。で、ミシガンとアイオワと並べるとこんな感じ。やっぱどれもいいっすね。で、こうやって並べて気づいたんですけど、アイオワだけちょっとここが分厚いな。あとミシガンと比べてもですね、ここのつま先のですね、この補強パーツの部分ですね、若干ではあるんですけど、薄くなってるかなっていう感じです。でね、あとこれね、僕めちゃめちゃ気になるんですけど、シューレースがね、ちょっと変わってるんですよね。これ見てもわかるかな？ちょっと細めのですね、スポーティーなタイプのやつですね。あんまり僕このシューレース好きじゃないんですよ。ここはちょっと僕変えるかもしんないですね。まあ、ミシガンとかアイオワに比べるとなんかちょこちょこ微妙に違ってるなーっていうところはやっぱありますね。まあ、このライニングの素材であったりとか、あとシューターの素材も変わってんのか。まあ、もともとね、このビラノバのオリジナルとかをね、持ってるわけではないので、単純に比較はできないんですけど、ただミシガンとかと比べるとですね、まあ、ちょこちょこ素材の違いっていうところはあるかなと。ただやっぱりいいっすね、これ。やっぱネイビー好きの僕としてはですね、このビラノバアリゾナ大学は外せなかったです。
まああとはちょっと気になるとしたらレザーの質感かな。まあオリジナルのダンクはね、こう長年履き込んでいくと味が出てくる感じになるかなと思うんですけど、今回のダンク、今出てるダンクに関してはそうじゃないのかなとも思ったり、まあこれ自体はですね、まあ長年履いてるわけじゃなくてもうこれ新品なんで、まあちょっとわからない部分ですけど、ミシガンもね結構履いてるんであれなんですけど、履きじわは綺麗に入ってるんですよね。なんかこうパキって入る感じではないですね、ミシガンとかは。まあ素材に関してもですね、まあ年代によって違ってるっていうところはまああって当たり前だと思いますし、まあ後々になってですね、まあこの年代の素材はこう、この年代の素材はこうみたいなね、まあそういったところも楽しめる部分なのかなと。はい、ということで履いてみるとこんな感じでございます。まあカレッジカラーのね、白ネイビーと、めちゃくちゃシンプルなカラーリングということで使い勝手っていうところもですね、めちゃくちゃいい一足なのかなと思います。で、僕ですね、普段ハイカットのダンクを履くときなんですけど、全部紐を緩めてですね、ガバガバにして履いてるんですよ。で、一番左のですね、細めのパンツを履くときっていうのはですね、まあ紐を、ちゃんと結んではいるんですけど、まあ普段はゆるゆるで履いています。で、このハイカットのダンクのですね、まあ僕が思ういいところなんですけど、普段僕、緩めのね、デカめの太めのパンツを履くっていうことが多くて、で、スニーカーに被せることが多いんですけど、このハイカットのですね、ダンクであれば、その太めのパンツをですね、擦らなくて済むんですよ。ちゃんとこの、上側でですね、止まってくれるので、まあそこがですね、いいところかなと思っています。まあもちろん、ローカットのダンクっていうところも好きなんですけど、まあハイカットのダンクでいいところって言えばそういったところもあるかなっていう気がしています。だいぶね、こう、ダンクもいろんなカラーが連発でリリースされたので、まあ、コラボもんとかはね、またちょっと話変わってきますけど、カレッジカラーはだいぶ買いやすくなってきたのかなと、まあ、それでちょっとスニーカーズで買えたのかなとも思っています。そうじゃないと全然買えてないという。まあ、SB ダンクとかに関してはね、まだまだかなり人気やと思うので、まあ、買いにくいかなとは思うんですけど、まあ、こういう普通のダンクですね、に関しては、もうこれ自体もですね、まあ、スニーカーズでちょいちょいリストックされてる感じではあるので、まあ、買いやすくなってきたのかな。でオリジナル当時のプロモーションでですね、まあ、このダンクと一緒にジョージタウン大学のチームから落とし込んだターミネーターも展開されてたんですよ。で、ダンク7色とターミネーター1色のビートルトゥーアスクールキャンペーンというものを展開しておりまして、まあ、その8型ですね。いつかは全部集めたいです。で、まあ、ダンクで言えばですね、まあ、ハイカットもありますし、まあ、ローカットもありますし、で、あとは99年の復刻であったりとか、塩戸と JP であったりとか、裏ダンクであったりとか、あとはやっぱり85年のオリジナルも欲しいですし、ほんまにこのダンクも集め出すと止まんないですよね。まあ、ここ最近ですね、まあ、モーテのホヤスが、まあ、日本国内で展開されたりとか、あとはこのダンクと一緒にですね、まあ、ダンクローのジョージタウン大学のチームカラーっていうのも展開されたんですよ。まあ、それもあってね、そのターミネーター一緒にそろそろ出てこないかなっていう淡い期待は抱いてるんですけど、どうですかね、ちょっとなさそうですよね。まあいつかターミネーターも復刻はされるかなとは思うので、まあそれを待ちたいなと。本日の動画が良ければ、また今回のですね、このビラノバ大学のダンクがいいなと思った方はですね、ぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる真ん中のアイコンをクリックするか、動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、ご視聴していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いします。また、Twitter や Instagram、そして有料コミュニティサイトのファニコンなどもやっておりますので、ぜひこちらの方もチェックよろしくお願いいたします。まあ、ほんまにね、ミシガンとアイオワはね、まあ、プレネで買ったんですけど、ようやく定価で買いましたよ、本当に。ほんまにここまでの道のりがね、長すぎたっすね。で、まあ、本音を言えばですね、まあ、これと同時に発売されたダンクローのですね、まあ、ジョージタウン大学のモデルですね。まあ、あれもね、まあ、欲しかったんですけど、まあ、スニーカーズでこれが買えた時にですね、もう吹っ飛びました。それぐらいね、スニーカーズで買えた時嬉しかったんですよ。で、まあ、この動画を撮影する直前にですね、まあ、インスタを見てるとですね、まあ、ちょっとめちゃくちゃ気になることがありまして、っていうのもですね、藤原博さんがま、画像を上げてたんですけど、まあ、その画像というのがですね、このダンクの85年当時のですね、ビートルトゥーアスクールのキャンペーンの画像を上げてたんですよ。で、なんだろうなと思ってよく見るとですね、一番右下がですね、ターミネーターやったと思うんですけど、そこがですね、フラグメントコラボのダンクに変わってたんですよ。あれがですね、どういう意味を持ってるのかっていうのがね、わかんないので、まあ、なんとも言えないところではあるんですけど、まあ、画像を見るとですね、ターミネーターなくなった、画像を見るとですね、ちょっと今後復刻ないんじゃないかなっていう気もしてきましたよね。まあ、それはそれで悲しいですよね。いつかないかな、ターミネーター復刻。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later! バイバイ。
96 ADMX on your feet. Get the air, get the mic, show me why you're gone.